そして私は探し始めた。すいません。人を探してるんですけど、人を探してるだけなんですか？この多分昔のことなんですけど、今62歳ぐらいになってまして、吉田寛治という男なんですけど、こちらの久米吉夫さんって方と年賀状交換されてたんですけど、ご存知じゃないですか？いい気こいて。年賀状を出したのは親父だ。吉田寛治って人はよう来とった。小さな俺に駄菓子を土産にして。親父はここで死んだ、22年前に首吊って。誰ね、あんた誰や？その写真そっくりやないか。誰や？吉田寛治は私の父です。お前な、おい、親父がどんなに苦しい思いして死んだか分かるか？お前帰れ帰れ。22年前のことだ。父さん？うん。父さん、禁煙する。金輪際タバコ吸わないよ。タバコ飲める身分じゃないんだ。5億の負債できて。自己破産するしかないよ。俺今から逃げるから。お母さんに言ってないけどね、言いにくいから。お前から頼むよ。え？長男じゃないかよ。なんで？長男だろ。この家なくなるけど、お前たちに金の心配かけないから。俺の居場所教えない。その金貸したやつに嘘つくの嫌だろ。そういうことで。周一、元気だな。
そんな遅くならないと思うよ。お風呂を沸かしときます。うん、言えるけんね。助かるわ。行ってくるわ。シューイチ。おうおう。禁煙は。うるさ、何度だよ。ん？いや、仕事の先の人だよ。仕事先って何の仕事やろ。僕この人嘘つくときに耳いじるけどね。はい、覚えときよ。せがれに美味しいとこ握ってやって。はい。うん。どうだ、いいとこだった。よし。俺さ、俺郵便に出そうと思ったんだけど、それも釣れないよね。お前から渡しといて、うまいこと言って。俺でね、お母さん、金の責任問われないから。はい、周一、お上がり。うん、俺を渡すのは父さんの役目や。うん？父をこれ以上苦しめんのかい？苦しめるってどこの誰がいつどうやって。ほら、しゅうちゃん、わかり、これこれほら、綺麗だろ、ほらわかり、これ恐ろしく高いの、これこれ、どれどれダメなんですよ、座って、これあ、ちょっと、吉田さん、ちょっと、いつもいつもだ、お前だけが善人か、てめえだけがいてんのか。あてや握りじゃ物足りねえか。よし、じゃあお父さん作ってやるよ。寿司屋のまかないの定番、酢飯チャーハンだ。ちょ入らんでよ。よいしょ。人生はクローズアップなら悲劇だが、円形だと悲劇だ。
俺もお前も惨めだが離れてみたらどうだ。破産した親子が寿司屋でチャーハンを食う。よいしょ。へい、お待ち。幸せだろ。何年も経ってから思い返してごらん。この時間はへんてこりんだ。父は溶けた雪のように姿を消した。22年前のことだ。吉田さん、お待たせいたしました。こちらが吉田幹事さんの住所の履歴です。ありがとうございます。お疲れ様でした。あの夜以来父には会っていない。一度も連絡はなく、消息はわからない。会いたいと思ったこともなかった。倉田さんですか？ごめんください。誰ね。あ、すみません。突然で申し訳ないんですけど、人を探してまして、この男なんですけど、今多分62歳で、吉田幹事という男なんですけど、ご存じないですかね。死んだよ、この男は。私が殺したと。夢の中で何度も殺した。包丁で刺したり、
崖から突き落としたり、こいつ金を預けんかったら少しはマシな老後やったと。そうですか。あんたも債権者ね。確かに。じゃあもういいね。待ち合わせなの？いや、まあお前の学校にも近いし、ちょっと見たくなった。見たい？火つけたいならわかるよ。ここにいい思い出はない。親父の？ん？ああ、いや、居場所に心当たりないかなと思ってさ。なんで？タズヌが知ってることがあったら教えてほしい。今さら親父って何それ。今まで一回もそんなこと言われたやない。お兄ちゃん、お母さんには言うなよ、あいつのこと。自分の手で自分の罪を全部剥がすような思いして、ようやく忘れたんやと思う。今幸せなんよ、思い出させんでほしい。分かってる。信用できんよ。お兄ちゃんはいつも自分に甘い。おい、本当やないね。居場所を聞いてるんだよ。なんで親父を？わかんない。ただ先週雪降ったろ。積もらなかったけど、夜中に激しく。それが理由だと思う。73本、笑うのは27本。笑う方がお得。よし、博多 FB 信用金庫。どうも、ありがとうございます。あ、どうも、おめでとうございます。今日はありがとうございます。あ、おめでとうございます。どうも、誠司さん。おめでとうございます。本当おかげさまで3周年。正解ですね。おかげさまで3周年です。ありがとうございます。どうも。よろしければご挨拶。ああ、みおちゃん。いやー、よかったね、本当に。すごい素敵で可愛かったよ。野原さん。うるるよ。また次回もよろしくお願いします。ぜひぜひ、お願いします。どうも。ありがとうございました。いい気にならないで。あ、どうも。
ありがとうございます。どうも今日は、どうも、いやいや本当皆さんのおかげです。頑張ります。どうもありがとう。大手代理店からの独立っていうと聞こえがいいけど、組織から逃げた。あなたを引き立てようとしていた大勢も裏切った。どうした？あ、どうも。いやいや、またよろしくお願いします。口八丁で顧客と部下を奪った、逃亡した上に盗んだ。おめでとうございます。大活躍で、本当によかったですね。今度は世界に行ってください。はい、ありがとうございます。どうも。私は反対だった。こんなひけらかすようなパーティー、ここにいる半分の人はあなたを恨んで、その残りは悲願で、胡蝶蘭より菊の花を贈りたい人ばっかりなんだから。最高の日は漏れなく最低になる。幸せな時間ほど惨めに終わってんだな。へえ、そんなに繊細だったっけ。なんで俺が成功するほど君は意地悪になるんだろうね。まあ、君もクリエイターだったから嫉妬するのは自然だよ。でも今妻だろ、なぜ祝ってくんない、褒めてくんない。俺何のために頑張ってきたんだ。あなたのためでしょ。俺たちのためだよ。来たらこんな喧嘩、早くパン押してくれよ。才能豊かな女性を家庭に押し込んだ俺も浅はかだった。君は綺麗だけどもう若くない。見合わなかった結婚にとらわれないで前向いてほしい。この時間は失敗の残滓じゃない、明日への滑走路だ。うまいのね、相変わらず。真実話してるだけだよ。だったら上辺だけじゃなく一遍でも私と向き合ってよ。引っ叩いたっていい、口先じゃなく私と向き合って。人が思うことは変えられないんだよ。変えようとさえしない。すごいのよ、いつだって被害者のふりするのが天才的。どこ行くの？ねえ、会社の前のホテルだよ。
そういうことにしておきましょう。ホテルだよ。把握したと社長の都合は。似てきたな。ずっとここにいたのか。じゃ母さん、思い出したくない人だよね。なんであの人に会いたいと。やぶから棒に。あ、分かんない。ただ大人になれば分かるだろうと思ったことが、大人になればなるほど分かんない。何者なのか知りたい。明日の地図が見たい。あの人が地図？試験なんか受けてないのに、いつの間にか薬剤師になって薬局開いたと。気がついたら税理士になって、なるほどお金稼いで大きなお家に引っ越した。使い道に困るくらいやったとに急に破産して。
私いまだにあの人が分からんと。面白かったけどね。居場所なんか見当もつかん。そうだよね。お、来た。わ、綺麗だね。ありがとうございました。お待たせしました。はい、どうも。いつもじゃ申し訳ないし。いや気にしないで。今は調子いいけど、お父さんみたいにそっくり泡になるかもしんない。なんとなく探し始めたんだけど、会いたくなった。みんなお父さんのこと悪く言う。でいいから好きになりたかったのかもしれない。お前は違う。すごくいいやつやないね。似てる。顔形じゃなくて。俺ね、誰ともちゃんとつながれない。人とも自分とも通わないんだよ。いつも体裁よくごまかして。本当に自分何なのか分かんないよ。秀一、目足が利くから何でもうまくやる、うまくいってるって自分にも語る。傷ついた人は見えないふりして、そういう調子でさ。ごめん、行くわ。秀一、何かあったと？どうも。あ、新さん、もう帰ると。ゆっくりしてけばよかったのに。よろしくお願いします。どうも。また。さて、ニュークランでよかとか。あの人のプロポーズの言葉教えちゃろうか。人っていうのは幸せだから笑うんじゃない。笑うから幸せになる。一緒に笑おう。言うことだけは綺麗やった。吉田寛治がどこにいるか、生きてるかどうかも知らん。でもね、これ吉田家の菩提寺のお守り。お墓があるから連絡取っとるんやないかな。大事なこといい加減で、どうでもいいこと神経質だから。あの人が買ってきてくれたと。あんたのためのお守りやったんやけん、それが地図になるとよかね。俺のために。父さん、
人を探してまして、父親なんですけど、はい、吉田寛治という男で今62歳ぐらいになってると思うんですけど、こちらの寺でお守りを。消息を尋ねることは思い出を掘り返すことでもあって、忘れていたことが脈絡もなく浮かび上がってくる。子供の頃剣道を習った。父は道場に来て心得はあったのだろう。勝手に師範の一人になった。師範たちは子供らしく真っ向勝負をしろと、父が教えたトリッキーな戦法を禁じた。要は勝てばいいんじゃないかと父は言った。補足でも卑怯でも勝てば官軍と本気で考えていた。正々堂々と戦って負ける、父からすればそれは美学ではなく馬鹿だった。ようこそ。あ、お迎えの人ですか。皆さんね、経済新聞や実用書ばかり読んでちゃダメですよ。
美術館に行きましょう。映画や芝居を見ましょう。今肌身で感じていれば、おのずと方向は定まります。こういうセミナーに参加される皆さんは意識が高い。でも油断はいけません。倒産のない資本主義は地獄のないキリスト教です。天国ばかりっていう話はどうにもうますぎる。私はかつて仕事仲間や家族を泣かせました。いい気になって一人で背負いすぎたんですね。最愛の人たちに許されないことをした。すべてを失って目が覚めた。トーマス・カーライルはこう述べています。 Experience is the best of schoolmaster. Only school fees are heavy. 経験は最良の師だが授業料が高すぎる。皆さん、吉田メソッドにご理解と投資をよろしくお願いします。しかし私はね、いい夢なんか見せませんよ。確かな夢を届ける。よく来たね。よく来たね、東京から。東京。東京。すみません。あ、いやいや、吉田先生の。こちらは紹介はいずれ東京から。いやいや。田舎だからね。東京っていうだけでご利益があるんだ。それにしても久しぶりだ。本当久しぶりだ。ああ、お父さんのね、秘書。秘書。お父さんもおかわりなく。ここで待ち合わせればよかった。旅館に案内したのは俺に成功をひけらかしたかった。ひけらかしたんじゃない、安心させたかったんだ。ああ、手紙にあったが広告会社やってんだってな。3年前に独立して会社作った。これ俺の仕事、バベルっていうんだ。これ賞を取った広告もあって、俺とか
ああ俺のクライアントにもな広告会社やってるのいるよ。いや何でもいるんだお父さんのネットワークにはな。これ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 全国紙に載った全国紙見てみ。これ九州の観光キャンペーンで。どう思う俺の人生をさ小説にしたいって言ってくれてんだよ。まあなるほど波乱万丈だからな。お母さんどうしてる？再婚した。そうか。離れていてもお前らの幸せを祈ってたよ。いやまあそりゃ当然だがな。おい飲め飲め、うん、俺も離婚する。子供がいないからさっぱりしたもんだよ。楽しくやるさ自由にな。男と付き合わない女っていうのは色褪せる。女と向き合わない男はバカになる。そうだな桃花。じゃあな。じゃあ。お急ぎのところ申し訳ありません。ただいま踏切で事故があり上下線ともに運行を見合わせております。復旧には 2,3 時間かかる見通しです。雪嫌いなんだ。俺がお父さんに捨てられた夜も俺が妻を捨てた夜も雪が降ってた。そうだったかな。最低の振る舞いを隠すように汚いものを覆うように雪が降り積もる。高校の頃さ受験票に細工して友達の身代わりで模擬試験を受けた。3万円もらった。カラオケでもやるか。聞いてよ。ずるいことした自分が嫌で金を中川に捨てようとしたんだ。でもさ雪を降らせたんだ。友達のためっていう綺麗な雪降らせてそのお金でさ俺女の人のいる店行ってさ。お、これいいな。聞けよ聞け。いつもどこでも俺どうしようもなくあんたなんだよ。俺は俺の中のあんたがいたたまれない。今はっきり分かった。あんたを探したのはあんたを捨てるためだった。俺はお父さんを捨てに来たんだよ。この調子のいい生き方も上辺だけの言葉も薄っぺらな共栄心も物の食べ方も味噌汁の飲み方も
はお父さんが嫌いだよ。よく言ってくれたよな。そっか、俺もそうなんだよ。俺もお前が嫌いだ。赤ん坊の時はそれは可愛かった。小学校に入った頃から苦手になったよ。なんでも自分のすることが正しいっていう面して、自意識っていうのかな、見苦しくて鬱陶しかった。自分のやることに何でも称賛を求める。褒められても褒められても褒めても褒めても欲しがる。俺がそういうさ、自分を自慢する。俺はね、そういうお前が苦手だったんだよ。お互い様だな。気が合うんだな、親子。おかげで心が晴れたよ。ずっと後ろめたい、後ろめたかった。栄光に向かって走るあの列車に乗って行こう。裸足のままで飛び出してあの列車に乗って行こう。弱い者たちが夕暮れさらに弱い者を叩く。その音が響き渡ればブルースは加速して行く。見えない自由が欲しくて見えない銃を撃ちまくる。本当の声を聞かせておくれよ。ここは天国じゃないんだ。かといって地獄でもない。いいやつばかりじゃないけど悪いやつばかりでもない。ロマンチックな星空にあなたを抱きしめていたい。南風に吹かれながらシュールな夢を見ていたい。見えない自由が欲しくて見えない自由を打ちまくる。本当の声を聞かせておくれよ。全然走って行け、全然どこまでも。世界中に定められたどんな記念日なんかよりあなたが生きている今日はどんなに素晴らしいだろう。世界中に立てられてるどんな記念日なんかよりあなたが生きている今日はどんなに意味があるだろう。そして見えない銃を撃ちまくる。本当の声を聞かせておくれよ。トレイトレイ走って行け、トレイトレイどこまでも。
You can dream, どこまでも Dream, dream 走って You can dream, どこまでも Dream, dream 走って You can dream, どこまでも。ええ、あ、どうも、ありがとうございます。よろしくお願いします。そして私は探し始める。